ウルフとは、鈴木が販売していたオートバイのシリーズ車種である。ウルフは、鈴木の2ストロークエンジン搭載車種の伝統的なペットネームである。力強さとスピードをイメージさせる狼に由来して命名された。なお、2000年より、鈴木が主催するイベント、鈴木ミーティングでは、2003年の鈴キングコンテストにおいて、第1回目の鈴キングに、ウルフ T90 が選ばれている。 1> 第1世代のウルフは 90cc クラスと 125cc クラスとの2つの排気量設定があった。ウルフ T90 は10.5馬力を発生させる、当時としても珍しい 89cc クーレにストローク並列に気筒ピストンバルブのエンジンを前傾横置きに搭載したモデルである。ウルフ T125 は同様のクーレにストローク並列に気筒ピストンバルブの124。 cc エンジンで15馬力を発生。第2世代のウルフは排気量 50cc の空冷にストロークエンジンを搭載するレジャーバイクであり、前後の世代のモデルとは全く性質の異なるモデルとなる。第3世代のウルフは水冷にストロークエンジンを搭載するネイキッドスポーツモデルとして排気量別にラインナップされた。同シリーズはレーサーレプリカタイプの RG ガンマシリーズの派生モデルとして登場し、ベースモデルと共通の車体構成に外装を変更したネイキット仕様となっている。また、RG ガンマシリーズの先代にあたる RG シリーズの実質的な後継車種としてのポジションを合わせ持つ。当時の鈴木の主力ライン T シリーズの一角として展開された。1969年発売。 1969年発売。スポーツ T125 の後継モデル。仕様違いの T125-2 がある。輸出仕様はウルフではなく T125 スティンガー及び T125-2 ブレーザーのペットネームで販売された。RT50 ウルフ仕様遠隔 TB250J1988 年に発売。RG250 ガンマが フルモデルチェンジによって RGV250 ガンマとなったのを受け RGV250 ガンマのネイキッド版として登場したベースモデル同様に V 型に気筒エンジンを搭載し減速比をより加速重視に設定変更された街乗りを重視した設計となっている使用遠隔1992年に発売 TS200R ベースの単気筒エンジンを ウルフ125と共通の車体に搭載している。使用遠隔1991年に発売。250cc クラス同様に RG125 ガンマのフルモデルチェンジを受けて登場。RG125E の実質的な後継車種とされ、単気筒エンジンを搭載する。輸出仕様は RG125U ウルフの名称で販売された。 使用遠隔1989年に発売。RG50E の実質的な後継車種とされ、単気筒エンジンを搭載する。ワイドフレームを思わせる金属製カバーが特徴。カラーは、ブラックとレッドの単色のほか、過激さをアピールした、ファイヤーパターンのステッカー処理を施したモデルも用意された。使用遠隔鈴木株式会社鈴木二輪車社名の由来。 鈴木モーターコーポレーション、鈴木ミーティング2003メインイベント、鈴木ングは誰だと鈴木モーターコーポレーション、鈴木ミーティング2003イベントレポート10時50分鈴木ング車両チェック、鈴木モーターコーポレーション、鈴木ミーティングインエコパ鈴木ングって何 ?AB、昭和55年写真生活 P100 ありがとうございます。